はい、どうも皆さん、ここは YouTube のゆうさんでございます。さて、今日はレコーディングストリーミングスターターセットというものを買ってみました。で、今ね、うちにねマイク1本あるんだよ。ソニー製のこの安いマイクがあるんですが、こいつがね、ケーブルがどっかからの原因なのか、ノイズがねすごい乗るようになっちゃってやべえなってことで、今回はこっちを買ってみました。てなわけで、これね、こんな感じでパッこうね、まあ、衝撃吸収のやつとかボンボンボンとかいろいろついているやつなんですけど、いいかと悪いかさておき、使えないと困るんで、まず開封して設置の方してみたいと思います。ちょっとあんまり三脚が高くないんで全体映ってないですが、こちらの方の開封いきます。ゴム付き、いった、こんな感じですね。まずこれ、あ、マイクにつけるやつか、モフモフ。ユーザーガイド、お、日本語説ある、全然日本語だ。これはね、優しい、本当にいい。スターターには優しい。これがあれですよね。あれ、こんなでかいの、これサイズで言ったらね、13センチあるね。そう考えると、すごいちっちゃくいきたいって考えてる人にとったら、ちょっとでかいかもしれない。思ったより2段目入ります。でん、2段目結構あるね。これがサスペンションっていうか、あの振動を抑えるやつね。周りゴムのっていう、まあ普通の作りかな。はい、机などに固定する用のやつ。はい、こちら本命ですね。はい、こちらロイセル、ちゃんとロゴ入りで、もう金属製ですね。接続がね、ちょっと特殊なのがね、自分的にはちょっとうんって感じだけど、だいたい全体でも15センチくらいですかね。あの止めるやつのマジックテープ、これがマイク接続側の端子で、こっち USB、 パソコン接続が USB ですね。これは、はい、こちらアームですね。思ったよりは軽いですね。動きは滑らか。設置のやり方は多分裏面に書いてある通りなんでしょう。まあやっててみましょう。はい、音声の方の比較の方をやっていきたいと思います。今現在喋らせていただいているのが、先ほど設置した外付けの PC 用のマイクでございます。まあ、比較って言いましたけど、先ほどまでの音声との比較ですよね。さっきのが一眼のカメラの内蔵のやつで撮ったやつです。で、今使っているのが、まあ、外付けのマイク。音質は違ってくるはずです。風切りもできてるはずです。どんな感じでしょうか。滑舌が悪いのはご了承ください。多分、で、ちなみに今話しているのがマイクとの距離が5センチくらい、遠く離れてみましょう。10センチくらい、はい、これくらいです。10センチから喋っています。逆に今、鳥唾をカットするやつのすぐそばで話してます。はい、というわけで本日はこちらの方のご紹介やってみました。日本製なのでとても良し、しかも梱包も良し、製品の音は聞いてないけど多分良し、ぜひ買ってみてください。結構安いですので、ね。